ゴ峰城は、富山県南都市土山にあった、日本の城、土山城とも言う。城石としては、史跡未指定だが、史跡史,史跡、土山ごぼう跡と、場所が重なる。富山城格カードナンバー49。富山県と石川県の県境にほど近いゴ峰山の、頂上部から、麓の平坦地にかけて築かれた山城。四方を谷に囲まれており、車、 土イ、北には大きな掘り切りが残り、西には五門という地名とマス型古口、掘り切りが確認されている。この辺りにはそれ以前に一向一揆の拠点、土山五棒があった時期があり、両者の意向は重複している。五棒跡とされる平坦地は東西30メートル、南北25メートル程度であるが、その南には付近を収め、本願寺の支援者でもあった土豪。 杉浦万病への屋敷と伝わる万兵衛屋敷と呼ばれる場所があり、これは東西約70メートル、南北約60メートルの方径で、周囲には空堀を備えていた。また、当時の本願寺蓮酒刑事院特有の施設の名称である、おんと呼ばれる場所もある。詳細は、越中の戦国時代を、参照詳細は、富山の役を参照天正13年しかし、 その後の選挙区の変化に伴って放棄されたと思われる。前田資料となってからは再び杉浦氏が居住し、江戸時代にわたって栄えたという。土山御坊は高木城から富山県小矢部市松とも移転戦火による消防を経て富山県高岡市伏木湖国府の地に落ち着いた。前田氏の手厚い保護を受け流星を極め、現在に至る。 当時あったと言われる庭園が復元されている。もともとはレンニョが作ったとされているが、確証はない。本泉寺にある庭園と同時期に作られたと言われている。石踏みと案内板が建てられている。南都市の文化財南都市公式 HP ハット、土山五棒あと南都市公式 HP ハット、と山城閣カードが完成しました。都並市公式 HP ハット、 と山城角カード一覧となみ公式 HP 派と、連主とは一族の中でも保守のこと兄弟にのみ与えられる最上の価格のことである。本願寺における固定は身内の宝珠や儀式、内々の階段等に使用された施設で、また迎賓館としての役割も有していた。以降、杉浦氏は土山五坊の有力な房間として活躍する。 越前一行一騎など初戦で活躍した北京にして、越前国王の軍事、杉浦原人はこの一族の出身という、村田和也、土山御坊と、杉浦万病へ屋敷に関する考察に、石川工業高等専門学校、2017年。ありがとうございます。